海岸通りとの交差。上が、築地方面。墨田区菊川駅付近東京都道、千葉県道50号東京市川線は、海岸通りの東京都中央区の塩崎橋交差点から、千葉県市川市の千葉県道6号市川、浦安線との交差点に至る都道、県道である。中央区内には、支線も存在する。本線の起点から、 江戸川区と市川市境にある今井橋まで路線の大部分を占める区間は通称新大橋通りと呼ばれる。主な通過地は東京都中央区銀座側から築地、八丁堀、日本橋茅場町、日本橋人形町、日本橋浜町、江東区森下、住吉、大島、江戸川区市の江で千葉県市川市町の川に至る。東京湾に注ぐ隅田川は新大橋、 荒川、中川は、船堀橋、旧江戸川を今井橋で、それぞれ渡過する。中央区築地から日本橋か木柄城までの区間では、東京メトロ日比谷線が道路の地下を走っており、江東区新大橋から大島の大島駅付近まで、都営地下鉄新宿線が道路地下を走る。本線の起点から旧西下門前交差点にかけてと、そこから築地大橋、 黎明大橋を経て、晴海に至る支線は、都市計画道路環状を2号線の一部を構成し、通称、顔二通りと呼ばれる。現在、顔二通りのうち中央区、築地港区新橋間が、事業中である。東京都通称道路名一覧表。東京都建設局ホームページ。東京都建設局。2018年12月2日閲覧。の一部区間。 暫定道路で開通つき地市場の移転遅れで、日本経済新聞、httpww. 日経 .com、アーティクル、弱新層56164970、t10c13a6 リットル72000、2020年1月18日、閲覧。ありがとうございます。